吉田さん、明るくなってきましたね。今ね、朝食を取ろうとしてるんですけども、まあ正確に言うと昼飯なんですけども、朝食を私深夜の2時とか3時にうどんを食べたんですよ。天ぷらと厚揚げと卵を入れた豪華スペシャルうどん、まあ総額200円ぐらいでね、自炊するんですけども、とっても美味しいんでね、深夜にはどうしても食べたくなっちゃうんですよね。これがね、寝る前に食べる深夜ではなくって、その起きてすぐに食べる深夜なんで、朝食なんですけども、とってもヘルシーにいけるかなということでございます。その代わり夕食はものすごく少ないですね。取らない時もあるくらいです。まあ美味しく美味しくいただいてますけどもね、あの前満ですよね、漫談の満っていうところでお話いただいたんですけども、最初ね、漫画の満かと思いました。あの藤子不二雄 A さんがお亡くなりになったニュースっていうのは皆様ご存知だと思いますけども、漫画を書いてヒットさせるその裏には、あの発表されなかった作品が多分たくさんあるんだろうなと思います。で、発表されなかった作品のさらに裾野には、発表されなかったキャラクターとか練習で描いたイラストとか、それから練り上げたでもボツになった構想とかね、そういうのがたくさんあるんだろうなと思います。だから一つの作品、一つの意味をなすものの、その積み上げには無数のね、屍といいますか、うん、だからその過程では必要だったんだけども、結局日の目を見なかった下積みがたくさんあると思うんですよね。で、一番下の裾野ってのは一番広いと思いますけども、一見そこだけ見ると無意味なものに見えるわけですよ。無意味なものにね。でもその無意味と思えるものを繰り返していくと、だんだん積み上がってきて、よりエッセンスの濃い、多くの人に意味を感じさせるものにだん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 積み上がっていくんじゃないかな。それで一番上の方にあるその一部のエッセンスだけが世の中に出て、たくさんの人を感動させたり気づきを与えたりする、それがまあ作品のリリースかなと思うんですよ。まあ、吉田さんがね、書かれた本もたった一冊にまとまってますけども、あの本に詰め込めなかったものとか、あの本にまとめた以前のまとめる前の原稿ってのはもっと膨大なものがあったのかな。それからそのチェックするための手間とかね、経験とかね、理不尽とか、あと裏話とか、どうしても言えないこととかね、いろいろあったと思います。まあそういうふうにして考えると、今私たちがやってることっていうのは、あの一見それだけ切り取ると、何のためになってるんだろうとかね、何の意味があるんだろうって感じさせますけども、いやでもね、意味をもたらすものっていうのは、結局そういった無意味と思えることのその連続の向こうにしかないんじゃないかなと思いますね。逆に全てのものに意味があるような生き方って誰かできてるんですかね。よくね、自分にメリットがある人だけ付き合うみたいな人いますけども、そんな人って果たして好かれるでしょうかね。だからどんな人も分け隔てなく付き合っていく人の方が多分好かれると思いますし、で逆に言うとね、誰かと付き合っていて何かをしていて、そこに意味や意義や利益を見出せないとしたら、それを見出せない人の責任でもあると思うんですよ。つまりね、あの雨が降っても風が吹いても無風状態でも、そこに価値を取り出せるような、もっと言ったら無駄から無駄じゃないものを取り出せるような、無駄なものを無駄じゃないように扱えるような、それが情報発信の醍醐味になってくるんじゃないかなと思うんですよね。まあ今日朝明けましたけども、寝てる間にもたくさんのエピソードがあり、気づかないだけで様々なドラマが生まれてると思います。人は生まれて死んでっていうことも繰り返してると思いますし、どっかではね、こうして私たちが平和に朝起きる中で、どっかのね、世界のどっかでは深夜、ものすごい危機的なドラマがあったかもしれません。もしかしたら、ああ、世界一幸せって感じながら生きてる人がいるかもしれません。だそういうことに実際に目に触れなくても想像するだけで、そこに何か一つね、学びは出てくるんじゃないかなと思うんですよ。で、私たちは情報発信をしてますけども、発信することっていうのは、自分の気づきでもあるし、発信した末にある視聴者さんの気づきに、まあ、タッチすることでもあるのかなっていう話ですよね。うん、で、今回この動画を撮りましたけども、この動画の中に意味を見出せるのか、それとも価値を見出せるのか、利益を見出せるのか、まあ、それはね、受け取った人の力量にも関わってくるんじゃないかなと思います。うん、まあ、
カモちゃんがね、泳いでる動画だってね、数十万再生されてるわけですから、そこにはもうもはや人間の意思も人間の登場もないわけですよ。自然の営みがあるだけで。も多くの人が実際集まって、それを見た人が似たような動画を撮ってって感じで起きているスパイラルも現実ですよね。だからね、もう吉谷さんは17年、私はまあ10年近くの意味を込めてしっかりとした動画だって再生数が100、1000、1万あるかってないわけですよ。でもなんかわかんないけども、意味のない動画、一見意味のない動画と思えるものですら数十万人を集めることができるということなんですよね、だから今回はね、発信についてちょっといろんな角度から話してみました。発信の発、一発の発、発射の発、まあ何でもね、今日スタート、一日をスタートする朝にふさわしい発という感じでスタートしてみましたけども、いかがだったでしょうか。